いやーマジで改めてジャイアンツ本当に優勝おめでとうてな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、まあ1年間いろいろありましたけども、一回ね、振り返ってみて、まあまだシーズン終わってないんですけど、一回まあ巨人のね1年間、僕全試合見てますから、全試合全球見てますから、まあそういったところで、まあどういったことがあったのかとか、まあおそらくこの動画見てもらえば、ジャイアンツファンの方じゃなくても、どんな感じでシーズンを送ってきたのかなとか、どういう、なんかこう、困難を乗り越えてきたのかなっていうのが、すべてわかると思うんで、ぜひね、ジャイアンツファンの方もそうですし、まあジャイアンツファンで余韻に浸りたい方であったりとか、まあ他球団のファンでジャイアンツがどんな感じで優勝したのみたいな感じでね、思うような人いらっしゃいましたらね、ぜひね、最後まで見ていっていただければな、嬉しいと思ってます。はい、その前にですね、ちょっと告知させてください。僕、今年中にね、5万人チャンネル登録者数。500人違うよ。5万人をね、今登録者数目指しておりまして、行った暁にはですね、このチャンネルにね、ジャイアンツの選手呼んで対談したいなというふうに思ってるんで、ぜひね、まだの方いらっしゃいましたら、チャンネル登録、ポチ、よろしくお願いします。はい、じゃあですね、今日の本題、入っていきたいと思うんですけども、まあね、まずまとめると、まあすごく、すごいゲームというかね、すごいシーズンでした。あ、というのも、まあなかなかこんだけ混戦してるね、リーグというか、っていうのはリーグの都市というか、あんまりないんですね、はっきり言ってね。で、まあ最後までね、どこが優勝するか、阪神が来るのか、広島が行くのか、巨人が行くのか、ちょっとわからない状況でしたけども、まあ最後ね、ちょっとだけ、本当にちょっとだけ、巨人が抜け出して、まあ優勝できたっていう、まあシーズンだったかなと思います。で、まあ振り返っていくとですね、まあ巨人はですね、まあなかなか打てないチームだったんですね、今年ね。まあいつも大体ね、ジャイアンツって大体こう、いい打者がいて、うん。どっちかっていうと、打ち勝つみたいな、まあ東京ドームっていうところがありますしね、ホームランで空中戦が得意でみたいな。よくドームランなんてよく言われるところありますけども、それぐらいね、ホームランが出るというか、まあ強力打線っていうところが、まあ昔からね、持ち味のチームではあったんですけども、まあ今年見るとですね、なかなか打てない。なかなか打てない。本当に打てなくて、お前どうなってんねんって、僕ちょっとね、俺が打席行った方が打てんちゃうかって、まあそんなわけないんですけど、ぐらい思った、それぐらい思ったことあるぐらいね、打てなかったんですね、全然ね。で、その打てないのも、そうなんですけども、その安倍監督の采配がですね、はじめそのバントを多用するというかね、めちゃくちゃバントをするっていうようなね、この采配だったんです。で、別にそのバント采配が悪いとか言うわけじゃないですけども、打てないからバントするっていう考え方もあるんだけども、バントするから打てないみたいなところも、多少あったんじゃないかなっていうのを思うので、そういったところで、それが相まってですね、なかなか点取れないよっていうゲームがずっと続いてました。ただピッチャーはよく頑張ってたんですね、前半からずっと。でですね、ちょっと分岐点がありましてね、王監督とですね、原監督がダブル解説をする日があったんですね、試合で。で、その日に、まあちょっとこう、ノーアウト1、3塁かなっていう場面かな。ちょっと、詳しくは、まだ調べてほしいんですけど、そういうところで、オコエ選手に送りバントをさせたっていうような場面があったんですね。で、それに対して、まあ、王監督であったりとか、まあ、原監督がですね、ここでバントはないやだというような、まあ、結構きつめにね、批判したんですね。で、その後から、まあ、その影響かはわからないですけども、結構、バントを、まあ、少なくしていくっていうようなね、まあ、選手に任せようじゃないかみたいな感じの采配に結構なってったんですね。で、そのあたりからですね、ヘルナンデスというね、神助っ人を獲得しまして、初めは6番とかその辺打つんじゃないかなとか言われてましたけども、もうね、不動の3番。うん、もう、ヘルナンデスがいなかったら、優勝できないよぐらいね、素晴らしい活躍をしてくれたんです。で、そんな中ですよ。そんだけ、めちゃくちゃ活躍してたヘルナンデスがですね、骨折しちゃったんですね。センターの守備の時にですね、こう手首をギュンとこう、球を取ろうとした時にグッとこう逆向いたんですね。で、まあ、松井秀喜さんもね、ニューヨークヤンキースの時にやったようなね、手首がね、逆向くというね、もうものすごい事故というか、ものすごい怪我をしちゃったんですね。
で今まで、こんだけ引っ張ってくれた打線を引っ張ってくれたヘルナンデスが抜けたんで、もうちょっとジャイアンツ無理かなと、正直厳しいなというふうに僕も思ったし、この動画でもね、このチャンネルでも言ったんですね。ちょっとヘルナンデス抜けるのはちょっときついよと、さすがにきついよというような言い方したんですね。でただそんな時にですね、モンテスという二人目の神助っ人が現れたんですね。どないなってんのと、巨人の外国人ってあんまり当たりいなかったやないかってずっと思われる方いらっしゃるかもしれないですけども、なんか今日はね、今年はですね、神助っ人が二人来日するという奇跡のようなことが起きまして、そのモンテスがですね、もともとは内野の選手なんですね。内野の選手なんで、今ね、坂本選手がサード出てたりとか、ショートに門脇選手いたりとか、いろいろね、ポジション詰まってますよと。どうすんのと。おい、こんだけバッティングいいのに出すとこないやないかって。サブでやんのかっていう風に言われてました。ただそこでモンテスが、安倍監督と、僕、外野守れますと。外野挑戦させてください。っていう風に言うんですね。直訴するんですね。で、やらしてみたらやらしてみたらで、ね、めちゃくちゃうまいですね。めちゃくちゃうまいとは言わないけど、まあ普通にこなすんですね。普通に。うまいんですね。だったら外野で使おうじゃないか。このバッティング活かすのはもう外野しかないよっていう感じで外野に行ったんですね。レフトで、出るようになりました。で、打順もですね、初めは6番とか7番とか、まあそのヘルナンデスと一緒で、まあそれぐらいの打順を打つんかなっていうふうに言われてました。ただ、この外国人のね、モンテス選手もね、神助っ人だったんですね。本当にね、めちゃくちゃ打ってたんですね。ヘルナンデスが打ってたぐらい打ってたんですね。だから、まあ、ヘルナンデスの穴を埋めたとまではちょっと言えないかもしれないけども、まあ、それに匹敵するぐらいですね、打ってくれてですね、まあ、一時はまあ、3番なんかもね、ずっと打ってくれてたりとか、まあ、いろんな打順打ってくれて、まあ、非常に助かったんですね。特に、まあ、ホームランがね、たくさんあるわけではないんですけど、まあ、OPS も非常に高かったですし、まあ、チャンスにめちゃくちゃ強いっていうのがありまして、めちゃくちゃ本当にね、打点を稼いでくれたっていうのがあるんで、本当にね、こんな年ないんちゃうかなって、二人もね、いい打者が、ましてや、助っ人選手がね、来れるっていうのは、なかなかないんちゃうかなっていうふうに思います。ぜひね、調べてみてください。ジャイアンツの助っ人、こんな二人、来て2人とも当たったって野手でなかなかいないんちゃうかなと思うんですね。で、まあセンターというところはね、どうすんのっていう風になってましたと。で、まあ、レフトモンテス守ってて、で、まあ、センターがね、まあ、ヘルナンデス選手が浮いたというか、まあ、怪我をしたんで、で丸さんがライトでしょっていうことでセンター誰すんのみたいな感じに、ね、なってたんですけど、そこにね2軍でね、必死にこうもがいてた浅野選手がねそこにピタッとはまりまして、まあ荒削り、まだまだ成長過程ではあるんですけども、非常にねその、まあ、安倍監督もね、数年後にはスターになるよと、この選手が、まあ、巨人を引っ張っていくよというようなね、ことを言ってますしね、この中でも若手を使って勝ち切るというふうなね発言もありました。で、まあ、浅野選手を見てるとね非常にこう喜怒哀楽というか、悔しい時は悔しがるし、嬉しい時は嬉しがるしというところで非常にこうチームを鼓舞するというかチームを上げてってくれるようなね、存在であると、うん、でまあいろいろ本人もね打ち方であったりとかいろいろまあ守備でのミスもありましたけども、まあそれも含めていい経験になりましたし、非常にこういい選手になるんじゃないかなっていうふうにも僕思ってるんですね。でやっぱり野手で見たらですね、まあみんな MVP というかね結構こう MVP 候補が多いんです。実はね丸さんが入ってからですね、丸さんが一番に定着してからですね本当にチームが安定したっていうのもありますし、僕はバッターで言ったらまあ丸選手か、まあ丸選手かなってギリギリね思うんですね。で吉川選手もですね、まあ今までね怪我がとか言ってねガラスの体だとかずっと言われてきましたけども、今年はねしっかり、出場してまして、打率も昨日5打数4安打かなんかしながらね、うん、っていうところで打率も2割8分5厘ぐらいまであったと思うんですよ確かね、っていうところもありましたし、で岡本選手もね、まあ30本今年ちょっといけるか微妙ですけども、いけない可能性の方が高いですけど、まあそれでもね、守備位置あんだけ動いて
レフト行くわ、サード行くわ、ファースト行くわで、あんな4番があんな動くチームないですよ、普通はね。でもそれぐらい器用なわけですから、そう、守備の面も含めてね、非常に貢献度高いと。っていうところで、まあ非常にたくさんね、野手で、活躍してくれた人はいるというところですね。ただ、忘れてはいけないのは、やっぱりピッチャー陣なんですよね。ピッチャー陣が助かったというかね、非常に素晴らしいと。うん、やはり、僕は、間違いなく MVP はね、菅野さんだと思ってるんですけども、菅野さんと戸郷選手でですね、貯金15ぐらい作ってるんですよ、確か。2人だけでね、貯金15ぐらい作ってるんですよ。それはでかいよと。うん。やっぱり、菅野さんが復帰してきたっていうのは非常に大きいと思いますし、めちゃくちゃ大きいと思いますし、そこに、まあ、山崎伊織投手とかね、で、新しく井上投手とかも入ってきましたし、で、グリフィンとかもね、ちょっとこう、中抜けというか、ちょっとこう、二軍でね、調整してた時期もありましたけども、後半ですよね、中盤から後半にかけてのグリフィンっていうのは安定感もありましたし、非常にね、そういったところで、6枚目っていうところはね、ちょっと苦労した感はありましたけども、まあ日程なんかもね、ちょっとこう、いい感じでね、ジャイアンツはいけてたんで、最後はね、うまくね、はめることができたんで、まあ赤星投手がね、まあいろいろ試されたピッチャーいましたけども、まあ来年以降にね、すごく面白い、横川投手もそうですし、面白いピッチャーが出てきたなっていうところがあるんで、まあ結構ね、まあ一言で言うならね、若手とベテランの融合みたいなところが、今年ね、うまく体現できたんじゃないかなっていうふうに思うんですね。で、月間のチーム成績見てても、3位以下になったことが1回もないんですね。うん。で、3月、4月、13勝12敗、3引き分け。で、5月、13勝10敗、1引き分け。で、6月にちょっとこう、負け越してしまって、9勝12敗、1引き分け。ただ、7月ですね、14勝6敗、0引き分けというところで、ここで1位に躍り出るんですね。うん。それまでは2位、3位なんですけど、7月に一度1位に躍り出ると。うん。月末ね。はい。で、8月に13勝10敗、1引き分けで、ちょっと2位に後退したんですけど、月末ね。ただ、9月に入ってですね、13勝8敗、1引き分けというところで、また1位に戻ったというところで、まあ、その、阿部監督がね、常々言ってました。本当に5割でいいよと。勝率5割でいい、みたいな。勝負かけるのは8月、9月。ここで勝ち切らないと優勝はできないっていうふうに言ってましたけど、本当にね、その体現、そのまま体現したなっていう感じはありまして、7月以降ですよね。7月以降に、やっぱりこう、ジャイアンツね、めちゃくちゃ勝ち切れてるっていうところがあるんで、非常にね、やはりこう、3連投させなかったりとか、ピッチャーをね、3連投させなかったりとか、わざわざこう、怪我した選手をね、こう、とか、調子悪くなった選手をもう2軍で放牧というかね、大城さんもありましたし、まあ、坂本選手もね、ありましたけども、そういった形でね、そんなにこう、カツカツにしないというか、うん。こうゆとりを持って、8月9月に、しっかりやってくれたらいいよっていう形でね、選手にも言ってたみたいなんで、そういったところで選手たちもね、こううまくね、そこに標準を合わせて頑張ってこれたんじゃないかなっていうふうに思うんですね。はい。で、まあ今日、まあ野手、ピッチャーいろいろ見ていきましたけども、やはり、まあ、阿部監督1年目で、まあ、キャッチャー出身の監督でというところで、まあ、非常に、まあ、洞察力もあったりとかね、したと思いますし、まあ、いろいろ、ピンチの場面に自分でこうやってサインを出したりとかね、まあ、僕がやってる時、2軍監督の時も、まあ、サイン出されてたんで、まあ、それと同じ要領でね、出されてたっていうところもあるんちゃうかなというふうに思うし、まあ、非常になかなかこう、まあ、苦しんだシーズンではありましたけども、そこの中でね、勝ち切れたっていうのは、やはり守備力ですよね。守備力、投手力っていうところが、ある程度やっぱりこう、しっかりできてたっていうところもあって、まあ、打撃というところ、打てない時は打てなかったですけども、まあ、やはりそこでね、まあ、ピッチャーを中心とした、まあ、バッテリーですよね。守り勝ったみたいな試合が非常に多かったんで、まあ、安倍監督もね、就任当初、守り勝つ野球っていうのを目指していくというふうに言ってましたし、まあ、そこにね、ヘルナンデスであったりとか、モンテスであったりとか、まあ、新しくね、まあ、吉川選手も、ちょっと覚醒というかね、良かったですし、まあ、丸選手もね、今年1番に詰まってね、ある程度数字も出しましたし、まあ、岡本選手はね、まあ、毎年もある程度やってくれますしというところで、
非常にね、いい形でね、シーズン遅れたなというふうに思うし、まあ、それもこれもですね、やはり、まあ監督もそうですし、選手がですね、ある程度やっぱりこうしっかりね自立して、やっていった成果だなというふうに思うので、そういったところは、ジャイアンツの強さだと思うし、まあ、これね、まあ、阪神が CS 来たりとか CS でやったりとか、まあ、あるんでね、短期決戦で、まあ、高橋遥人投手であったりとか、まあ、ビーズリーであったりとか、まあ、その辺ですよね、まあ、いいピッチャー、まあ、いますから、ジャイアンツが打ててないピッチャーもたくさんいますから、そこを、まあ、全力で当ててくると思うので、まあ、まだね日本シリーズいけるかどうかもわからないですけども、まあ、今年ねやってきた守り勝つ野球というか、まあ、ピッチャーを中心として守り勝つ野球というところを、まあ、徹底してやっていければですね、アドバンテージもあると思うので、日本シリーズでもね、進出できると思うし、まあ、日本シリーズでね、どこがパ・リーグが出てくるかはちょっとわからないですけども、まあ、ソフトバンクが僕は出てきてほしいなというふうに思うし、やはりねずっとソフトバンクに日本シリーズでやられてるっていうところがあるんで、そこをね、まあ、払拭してほしいというか、その呪いじゃないけど、呪いじゃないけども、そこを、頑張ってね、買って、日本一になってね、最高の1年にしてもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じでね、今日、まあ、140試合ぐらいかな、見てきた、全試合見てきた僕が、ジャイアンツの戦いであったりとか何が起こったのかみたいなところをお話していきました。まあね、本当にやっぱり1年間やってるとですね、まあ、いい時悪い時って出てきますけども、今年のジャイアンツ見てるとですね、あんまりそこが あまりはっきりしてなかったというかね、うん、悪い時も悪いなりに耐えてたっていうところがあったんで、最後ねちょっとだけですけども抜け出せたんじゃないかなというふうに思うので、そういったところね、これからの戦いも続くと思いますし、ぜひね皆さんもこれからも応援してあげていってほしいですし、小山翔平ベースボールチャンネルもよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日終わってきます。じゃあね、バイバイ。